お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロイヤルやってくんすけど、今日はね、ヒールスピリットが入ったおすすめデッキをね、5つほど紹介できればいいかなと思います。はい。というわけで、軽くかな。はい。ヒールスピリットより、今世界でね、もう、マルチ、上位、みんなこればっかのヒールスピリットロイホグ。まあ僕もね、愛用させていただいてます。そして、これも、ね、グラチャで今勝率すごい上がってきているおすすめデッキ、ヒールスピリットのホグですね。そして、ヒールスピリットのスパーキー。そして、ヒールスピリットのバルーンですね。これね、ランバーが、こう、早く溶けてくれって思う時もあるんですけど、ランバーが逆に相手にユニットめっちゃ殴ったりしてくれて回復することによってね。で、バルーンがいつも入らない、一発ドーン入って勝てるみたいなこともありの強い。そして、まあ、行かれてるデッキなんですけども、ヒールスピリットがね、やっぱこう、ガゴムレとのね、相性が最近良くて、こう、今までガゴムレがすごい減っていたんですけど、ちょっとね、ここ最近増えているっていうわけで、まあ、この5戦は皆さんね、こう、ちょっといいなと思ったのをね、使ってもらえたらいいかなと思います。まあ、他には、シンプルに枯渇デッキのアイスピの枠がヒールスピリットとかも、まあ、ありますし、なんか、何個かね、いろいろあるんですけども、僕は今日これをね、紹介しつつ、まあ、この中から3つぐらいやろうかなと思います。で、これ全部ね、グラチャでちなみに12勝されてるデッキです。なんで、こう、まあ、適当に考えたデッキではないっていうことを分かってもらえればいいかなと思います。というわけで、まあ、スパーキー、いや、ガゴムレからね、やっちゃいましょうか。で、これ知ってる人は多分知ってると思うんですけど、多分ほとんどの方は多分知らないと思うんですけど、マジで、こう、僕のね、まあ、ミスであんま見せれないんですけども、ツイッターで、こう、なんか、すごいんですよね。ちょっと待って、やばい。これ一発入るな。おい。いや、入らなかったから。ツイッターで、こう、まあ、見たやつなんですけど、マジで保存するとか、いいねとかしてなかったんで、もう、その、なんかサイトっていうか、その映像をもうね、見逃しちゃったんですけど、てか、皆さんに見せれなかったんですけど、ガゴムレって、皆さん、柳雨で、死ぬのは知ってますよね。はい。当たり前のことを聞くんじゃねえよ、ボケーと思った方は申し訳ないんですけども、ガゴムレで、普通矢の雨じゃねえ、逆だな。矢の雨でガゴムレ普通死んじゃうんですけど、なんとですね、これ、まあ、バグとかではないと思うんですけど、もう、あれっすね、ガゴムレにヒールスピリットが当たった瞬間に、こう、ガゴムレが矢の雨が来た場合、もうなんかね、耐えちゃうんすよ、これ。これまずやばいんですけど、本当に。これ今僕が言ってるのは本当ですね。ガゴムレこう出してヒールスピリットが飛んだ瞬間、回復してる時っていうか回復した直後だと、矢の雨来ても耐えちゃうんですよね。これは他のクローンとかも一緒で、クローンしたユニットって HP1 だから、まあ、トルネとか受けたら、普通にね、クローンされたユニットは処理されちゃうわけなんですけども、これがですね、なんとクローンされたやつも残るんですよ。っていうものがね、ツイッターでね、ここ最近見られてます。だからそういうのがね、上がってたんで、これね、ヒールスピリット、延命してあげればよかった。ヒールスピリットエグいです。皆さん、ハンター呼びます。当てます。ここです。そして、ヒールスピリット。はい、来ました。回復して、タルババンを転がして、マジカチャ来るんかい。いや、間に合う。やる、はい、来た。来ました。こういうデッキです、このデッキは。ちょっと大変ですが、非常に楽しく、お強いデッキです。これちょっと怖いですね。はい。そうね、そういうことがあるので、ヒールスピリットはね、ユニットを限界突破させてくれますね。HP、100、マックス100だとして、もう110、120までいっちゃうんですよ。なんで、こう、そこがね、なんか、まあ、事故を起こすと言いますか、まだ知られてない、まあ、強み。新しい強みというか、ちょっとね、今までとは違ったなーっていう部分ではあるかなと思います。なんで、もうガゴムレ、もし矢の雨でガゴムレ打って、これ残った時ですよ。もう発狂しちゃいますけどね。いや、マジって逆にこう、もうめっちゃ相性いいと思ってたのがすごいピンチになるみたいな感じですよね、本当に。あ、待って、これミスった。ムートとミスった。決して煽りではございません。グッドゲーム。というふうなね、ことがあるらしいので、こう、相手がもし矢の雨持ってる時に、まあ、ガゴとかガゴムレ使ってることは特にね、こう出した瞬間にすぐ、なんかのユニット近くに行ったら、ヒースピで回復すると、たまたまそこにね、矢の雨飛んでくると、もう残っちゃうみたいな。はい、引っかかった、みたいな。罠に誘ってやった、みたいなことが、
全然ねできることもあると思うんでね、ぜひちょっと試してみてほしいですね。まあ脅威ですけどね、自分がやられてしまうと。まあそれぐらいね、ちょっとお強いですね、ESP は。1コスですしね、こう適当にね、避けるっていうのもいいんじゃないかなと。ああ、ペッキャコンジョンだな。ペッカか。これもうガゴムレまでやっちゃっていいな。やって。で、エレキが多分来るんですよ。来ねえ。ああ、ザップも来ねえ。やべ。逆にピンチみたいなない。これ守れねえかな。ああ、これやばいっすね。やばいっすね。まあ、ザップって、ああ、やべえな、これ。サタやべえな。あ、オッケーオッケー。そこをやってほしいね。そこやってほしい。オッケーオッケー。あ、でもキングも削れるね。これ。もう一枚来たら、足前ムートで結構いけちゃうね。ポイズンか？おーしょ、止まれ。止まってくれよ。やべやべ、ちょっと待って待って。オッケーオッケー。このファイアボで、神ファイボー、オッケー！危ねえ。ちょっと今負けたと思いましたね。これちょっとヒースピで、ここに。オッケーオッケーオッケー。ダッシュダメージを防ぎました。なんかここにね、ムート出すとね、多分間に合わないんですよ、相手言うの。これ。よいしょ。もう、どんだけね、反応早くてもね、無理なんですよね、これ。はい。あと600。あと400。あと400ですね。で、このコストは正直どうでもいいですね。キングを払えなければいいので、僕からしたら。キングを気をつけたいですね。からの攻める。攻めるよ、俺は。どっちか入ればいい。ああ、どっちも拾う。いいエレキだ。マジで処理。いや、これやばいな。コスト使っちゃったか。コスト使ったらここにこう、ジョーブ・アバリアン来る。だが、ここヒースピで飛ばしたことによってザップ打たれても耐える。いや、うまい。ヒースピを、うまくね、うまく活かしていく。で、ムーティフォー、ムーティフォー。ん ?231 ですね。ファイアボでは足りないですね。まあ、ディガーだとエレキがどっかに出てくるんですよね。さあ、当ててみなさい。ここだ！来ました。ファイアボール圏内。グッドゲーム。あれ？これ待って。さっきもこのデッキでやった ?2 連続このデッキでやった？待って、ミスった。さっきもこのデッキでやって、今もこのデッキでやった。ミスったな。全部のデッキのこの5個のうち3つぐらいを使おうかなと思ってたんですけど、1つのデッキしか使ってない。待って、やめた、このデッキ。というところで、まあ、バルーンか、まあ、スパーキーなんですけど、まあ、バルーンちょっとね、お見せしたいですね。こう、もう、結構回復するんだよね。いや、そのバルーン届くんかい、みたいなことがありますね。さあ、よろしく。なので、ラスティンバトル、いっちゃいますね。ちょっとね、2000しゃしゃっちゃってごめんなさい。あんな、誰も使わねえや、みたいなんで、いきなり2000やっちゃったの、申し訳ないですね、マジ。本当に、皆さんの気持ちは僕がすごい分かってるんでね。絶対使わないっすね、あれ。うわぁ。なんだこのデッキ。なんだこのデッキ。あー、メガナイティだ。マスケン、メガナイティですね、マジ。これメガナイティ、バル。メガナイト、ウォールブレイカーっすね、後悔ね。ちょっと集中して考えてやんないと、相手がうまい説がありますが。マスケ来たら厄介だなぁ。おい。いっちゃいます。からの、これヒースピ飛ばして、相手にこのヒースピを処理するユニットはないと思うので、オッケーオッケー、回復して、これこれこれ、やばくない？これで、相手の攻めをうめ。このタイミングで攻めるのがね、うめえっすね。これに、ちょっと低めで。マスケも処理してくれ。オッケーオッケーオッケー。オッケー、いいコンボリ、いいコンボリ。オッケーオッケーオッケー。いや、だって今ので、バルーンで2発入ってますもんね。ヒースピだけで、一発増えてるんで、まあ、爆破も含めて、ヒースピだけで1000ダメージですかね。1コスで1000ダメージぐらい追加してるって考えると、えぐいで。って感じですね。あと666は、まあ、バルーン飛ばせば勝てそうっすね。正直、マスケコウモリなので、とりあえずね、ヒースピで、こういう削り方もできますね。100削って、で、相手は、多分、これ、もう、普通に組んでくると思いますね、形を。端前にこれメガネと来て、そうっすね。で、これを僕が防衛できるか、できないかで、まあ、僕のね、勝ちか負けかが決まるっていうやつですね。これ、絶対ゴブリンも出てきます。はい。で、ザップ打った。で、回復してて。おー、強っていうか、え？
ヒースピールだけでなんか防衛楽になりますね。活躍したのかは知らないですけど。よいしょ。これだってもうバルーン飛ばして、ヒースピ飛ばして、これ守るよ、俺は。ほら、回復して、もうこれでご両親でやばくないですか？一発入るんですよ。え？めっちゃ強いんだけど、これ。で、ランバーで、これもうバルーン飛ばすだけですね。で、コウモリ、そうですね。コウモリが。コウモリちょっと邪魔かな。コウモリちょっと邪魔かな。待って。溶けるんだ。優秀か？まあ、これは、これバルーンでもしときましょうか。やっぱもう一本取りたいっていう欲が出ちゃいますね。でも、下ろせないよー！ここまで来て。うえーい！待って、俺もねんかった。まあ、そんな感じ。やばくないですか？今の、わかるっすよね。バルーン使いの皆さんわかりますよね。いや、そんなに簡単に一発通るんかいって。なんかバルーンって使ってると、この一発を通すためだけにどんだけ頑張ってんのみたいな感じじゃないですか。雪玉構えてとか、読みで矢の雨打ってとか、頑張ってるのに、あいつ、こいつ、ヒースピつけるだけで、一発ポーン納金になっちゃいますね。はい。そんぐらいね、ちょっと、バルーンとかすごい通しやすくなるんで、ホグとかもまあ一緒っすね。ぜひこれ、この5000ね、よければね、お試しくださいというわけで、この動画上がってる、もう2時間後ぐらいにね、クロロワリーグイースト、僕らポノス初戦ね、試合してると思うんで、よければね、こう、まあ、YouTube チャンネルで多分放送あると思うんですよね。そちらも、ぜひチェックしてみてください。応援、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。